ントスプラット入れのまちゃんとベラちゃんです。こんばんは、このチャンネルへようこそ。ということで今日はね、いつもと違う動画を作っていきたいと思います。 OK、 じゃあ今日はね、動画の紹介。そう、うちら YouTube やって海外回ったりとか日本で絵描いたりするときに YouTube やるのに絶対に欠かせないものは、お金。そうだね、お金もないとダメだよねそうね、やっぱりね。 OK、 ということで今日はね、うちらが撮影で使う道具とかをちょっと説明していきたいと思います。はい、 OK？ うん、これ今ね、どこでも使ってる。そう、うちらが今ずっと使ってて、本当にあれだよね、めんどくさがり屋だから。そうだね、一番楽な方法、何か楽な方法と、なんか、なんていうの、まあそうだね、楽、なんかポータブル。そう、うちらがあんまりね大きすぎても、ね、そうそう、まあちょっとね、紹介していきたいと思います。はい、オッケー。じゃあ、ヨヘイ、お願いします。はい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 。で、今ちなみにこれ撮影で使ってるカメラがGoPro Max。 これ三脚、三脚ね。これめっちゃ便利な三脚わかんない。これちなみにね、リサイクルショップでたまたま見つけてね、いくらだった？800円。やばくない？めっちゃいいやつ。これいいよね。これでこれがね、こうやってここまでちっちゃくなって、多分それはまだちょうん、これ自撮り棒っていうかで、あ、これ自撮り棒、それでそんな感じで使えるし、あの三脚あそう見つけて使える。向こうでなんか、こうやって、そうそうそう、こうやってこれで動画をいつも撮ってます。で、これが GoPro 8で、これが10だな。これが9だね。これが9の10バッテリーか。これがマックスのバッテリー。マックスのバッテリー。めっちゃへこんでんじゃん。あれ？これマックスだね。マックス。で、これが8。8のバッテリー。1個こんな入ってるね。うん。全部で4つずつ？4つずつ。全部で4つずつ。ですね。この256GB のが、あれかな。256GB のが4枚かな。それはチャージャーね。なんかスマートチャージャーっていう。スマートチャージャー。そのちっちゃいやつは9、これが9の充電器。うん、 GoPro Hero 9。 Hero 9で、で、その高いやつは MAX。 これがで高いって高さがね、高さあるのが MAX って、これ2個入って、それね、マグネットのなんかカメラスタンド、そうそうそう、で、まずこれでそう、磁石くっつくから、そしたらもう発水するやつ。なんかね、すごい、そのこれカチャカチャって毎回撮るの面倒くさいんだよね。そうだね、で何回も壊れたね。そう、何個も壊れるから、この外したりするときに閉めたりするのね。でもここはもう触らない。だからいかになんか時間の節約だよね。さてさて、ナイン、イエーイ。ベルちゃん開ける、じゃあベルちゃん開けていい？いいの？マジ？当たり前じゃん。じゃあ、ナインね、イエーイ、開けてみる。ですか？初めて。うわあ、綺麗じゃん。結構本当に初めてだね、こんな感じ。一緒じゃん。エイトのエイトと一緒。なんか似てる。まあじゃあチャージャーね。チャージャー。チャージャー。チャージャー。で、バッテリー。あ、バッテリーついてる。ついてる。いや、一個ただ。一個、まあただじゃない。ただじゃない。あ、これなりました。で、これもスタンドね。これ使わない。これ今私たちは使わない。僕たちはこれ使わない。なんかヘルメットとかの、これも使わない。それ今ね、使わない。で、もうジュ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 ン。うわ。ない。GoPro Hero 9です。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。いや。え、指紋つくんですけど。指紋？うん。指紋って何？フィンガープリント。あ、そう、指紋。光ってる、超光ってる、今超光ってる、めっちゃピカピカ、はい、あれは、まあじゃあこんな感じ、はい、フィルム貼ってよ。フィルム、フィルムね、フィルムちゃんとアマゾンで買っといたね。みんながフィルムついてる、もうこれにもフィルムついてるし、
じゃあ、はい、すっげーこれどっちちゃいやつちっちゃどどどれかいい感じ。本当は夜、うん、夜だとなんかうまく動画撮れない。撮れないってね、今までのね、うん、GoPro 8と MAX、うんうん、だけどこの新しいカメラ、うん、今年ねこのカメラでなんか夜でもうまく動画撮れるように作ってるって。そうなの、ね、うん、うわぁめっちゃいいじゃん。え？おお、かっこいいよ。じゃめっちゃ綺麗。綺麗？うん。あこっちも見えんじゃん。そう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 、なんかそれは。内カメがある、内カメが。そうそうそう、それはいいことだね。そうだね。いやめっちゃさ考えてるねいろいろね。そうだね。めっちゃ。なんか楽な方法ね。そう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 。どうすればね充電ねずっと、うんうん、しなくていいし。ということでこんな感じでスプレアートで YouTube やってくれて、まあ、YouTube はねスプレアートっていうより YouTube の動画撮影だよね。うん、なんかどっか行ったりするときに持ち運びしやすいっていうのでこれを選んでます。で今なんか問題なのは音だよね。音だね。音がすごいねいつもね問題でねどうしようかなって迷ってます。外付けのマイク、うんうんうん、買うか買わないかどうしようかみたいな、ね、はい、まあ、少しずつね良くなっていけばいいと思います。なんかねいろいろこうやった方がいいんじゃないとか教えてくれればぜひぜひコメントにください。楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。あと一つごめん、はい、一つ言ってないことは、うん、まあ、たまにね、うん、iPhone でも撮りますよね。まあ大体 iPhone で撮るね。うん、 iPhone たまにじゃない、たまにじゃない結局ねこれあんま使ってない。海外の時はもうずっとこれ使ってた、うんうん、海外回った時はずっとこれここにお腹につけてね。そう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 、こんな感じですか、はい、OK です。じゃあみんなこの動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもします。はい。アディオスアミゴス。